から2014年3月23日までテレビ東京系列にて放送された。遊戯王ゼアルと星をつけずに表記されたり、遊戯王ゼアルと表記されることもある。2011年4月11日から2012年9月24日までは遊戯王ゼアルのタイトルで放送。2012年1月7日から2014年3月23日までは。 遊戯王ゼアル2へタイトルを変えて放送された。漫画版についても、本校で記述する。遊戯王デュエルモンスターズ、遊戯王デュエルモンスターズ GX、遊戯王ゴディーズに続く、遊戯王のテレビ東京系アニメシリーズの4作目である。遊戯王オフィシャルカードゲームとタイアップしており、タイトルロゴや登場人物は刷新されている。GX やゴディーズが、 初代から、地続きの未来だと明言されていたのに対し、本作は、世界観のつながりは明言されておらず、今のところ全3作との世界観のつながりは、不明である。ゼアルとは、ジールがぶつかり合い、倍になるという意味を含んだ、X を中心に挟んだ造語である。2011年2月20日に、横浜のワーナー・マイカル・シネマズ・港未来で制作が、発表され、 テンスアニバーサリー劇場場場に弓を超融合。時空を超えた絆のアンコール上映で特典映像として第1話のダイジェスト映像が公開された。メインテーマはチャレンジ精神でアスマのように失敗を恐れず、どんな困難にも諦めずに立ち向かうチャレンジ精神を子供たちに伝えていきたいという思いから生まれている。キャラクターデザインには、 遊戯王原作者の高橋和樹が携わっており、当初は別の作品に登場させる予定だったアストラルから新たな遊戯王の世界観を膨らませていき、主だったキャラクターがデザインされている。主人公を演じるのは当時16歳の高校生、畑中優。ヒロインは本作が初の主演女性役となる小松美香子が演じる。遊戯王シリーズでは、 デュエルモンスターズが最初の放送時間を移行して以来7年半ぶりとなるゴールデンタイムでの放送と BS ジャパンでの時差ネットが行われる。また2008年9月にブリーチがゴールデンタイムから移動して以来2年半ぶりにジャンプアニメがゴールデンタイムで放送される。テレビ東京系アニメシリーズ最後の地上アナログ放送となった。 2012年10月より、日曜夕方17時30分に、放送枠が移動し、タイトルが、遊戯王ゼアル2に変更され、第2期シリーズに移行した。第2期において総話数は、第1期から継続されているが、番組本編では、第1期のような、ナンバーズ00の表記は使われていない。 今までのシリーズの主人公たちが初めからデュエルの天才であったのに対し、今作では、もろもろの失敗をする初心者が主人公となっている。初期には、本放送の最後に、初心者向けデュエル講座が行われていた。前作、遊戯王ゴッディーズの放送枠水曜日18時からは、本作の再放送となり、2011年6月29日まで9話を、 覗き放送されていたが、5番組に、急遽、ウルトラマン列伝の制作放送が決まったため12話までの内容となった。再放送ではエンディング中のデュエル講座がカットされた、代わりに、次回予告後にアスマとアストラルによるショートトークが追加された。このショートトークは、本放送で、デュエル講座の亡くなった26話以降、 第2期に移行するまで告知等がある場合を除きほぼ毎回放送されており、第2期以降も BS ジャパンでの再放送にて引き続き放送されている。吉本工業所属の父親芸人で結成されたペーパーパークとコラボレーションしており、親子で楽しめる作品を目指す。宣伝部長にはペナルティー中川家が抜擢され、各地で関連イベントを行っている。 中川家は本編26話で WDC の参加者として出演している。海外版では小鳥のミニスカートを膝元までの長さに変更し、アストラルの下半身に光のぼかしを入れるなどの修正を行っている。字幕放送を実施。99ユーバのセリフは黄色、アストラルのセリフは水色、その他のセリフの人は茶色で表示される。 バリアン7ヤ闇デュエル界の4悪人ハートランドを、除く3人それぞれが、三勇志と、トロン3兄弟の一人ずつ組んだタッグ相手に1、VS2 の変則、デュエルを行う。ナンバーズハンターミスターハートランドの配下の、ナンバーズハンターヤクモの配下のナンバーズハンターその他、三勇志は、第69話のタイトルから、フェイカーに退治した、アスマ、シャークカイトの3人のこと、 OPED どもに映像のマイナーチェンジが頻繁に行われている。遊戯王ゼアルは V ジャンプ2011年2月号から2015年8月特大号まで連載されていた漫画。原案、監修、高橋和樹、スタジオダイス、ストーリー、吉田真、漫画、三吉直人。アニメ放送に先駆けて連載がスタートした。第9話までは、 アニメ版に準拠したストーリー構成だったが、第10話以降はオリジナル展開となる。それに伴い、アニメ未登場のナンバーズも登場している。アニメ版同様、旧作との関連性は言及されていないが、カードゲームの名称は、原作のマジックウィザーズではなく、アニメ版に準拠したデュエルモンスターズとなっている。ミヨシの作画は、原作者の高橋も、 ネームはしっかり描かれており思いが伝わる。画力があり感心すると認めている。アニメ放送直前の2011年4月11日に発売された週刊少年ジャンプ2011年18号に本作の特別読み切りが掲載された。単行本遊戯オ D チームゼアルは最強ジャンプ2012年5月号から2014年4月号まで連載された漫画。 原案、監修、高橋和樹、漫画、友永秋広、協力、ウェッジホールディングス。コミックス化はされていない。これまでの漫画作品シリーズと異なり、遊戯王オフィシャルカードゲームに準拠した内容となっている。カードもオフィシャルカードゲームの実商品をスキャンしたものが挿入される形で描写されている。登場キャラクターは、 99ユーバやアストラルをはじめ、アニメ本編のものに即しているが、等身が、ややデフォルメして描かれている。また、アニメ、漫画には登場していないキャラクターも登場し、イメージに即した、デザイナーズデッキコンボを用いるのが特徴である。既存、新規カードやテーマにおける有効なコンボルールを、わかりやすく紹介するという意味合いが強い。集英社ブックナビ以下の出展は、 終演者ブックナビ内のページ。書誌情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。